ホイデのヨーク軍曹の活躍を描いた戦争が、フランク・スクーノバーはアメリカ合衆国のイラストレーターである。エドガー・ライス・バローズやジャック・ロンドンらの小説の挿絵を描いた。ハワード・パイルの弟子でブランデー・ワインパとも呼ばれるアメリカ合衆国のイラストレーターの一人である。ニュージャージー州、ウォーレン郡のオックスフォードに生まれ、トレントンで育った。1896年から、 ドレクセル協会でハワード・パイルにイラストレーションを学んだ。1898年、1899年に優秀な学生に与えられる奨学金を受け、パイルの助手になった。1900年にパイルがドレクセル協会を辞め、チャズフォードに自らの美術学校を作った時にも行動を共にした。1903年にカナダのハドソン湾のジェームズ湾からケベック。 オンタリオを徒歩と犬ぞりで旅する冒険旅行を行いこの経験は後の仕事に生かされることになった。1905年に最初の挿絵が採用され、翌年、ペンシルベニア州デラウェア軍のウィルミントン屋に自らのスタジオを持った。第一世界大戦までの10年間の間、アメリカの代表的なイラストレーターの一人として活躍した。ジェームズ・ワンが挿絵を描いた作品の作者には、 エドガー・ライス・バローズや、ジャック・ロンドン、レックス・ビーチ、ゼイン・グレー、ロバート・ W ・チェンバースらがいる。1918年から1919 19年には、イラストレーターのホスキンズと共に、第一次世界大戦のアメリカ軍人の活躍を描いた、戦争画を描いた。1931年に、インディアナポリスの美術学校で1年間教えた。 1942年からウィルミントンに自分の学校を開き91歳になるまで教えた。95歳でウィルミントンで亡くなった。ありがとうございます。